自分の、財布があって、で自分は自分で自由になるお金がある、この状態ですね。で奥さんは奥さんで自由になるお金がある、両親は両親、親は親で自由になるお金がある、で経営は経営で自由に使えるお金がある、こういうふうに、夫と妻と親と経営の財布を分けるっていうようなことを絶対やった方がいいです。これはい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります、家庭のお財布事情、あなたのお宅は大丈夫というような、ね、内容でお話したいと思います。これは非常に、ね、シンプルな話なんですけど、実は、ね、先日、ね、お伝えしていました、ね、オンラインライブ相談会、ちょっと聞いてよ山下さんの、ね、中で出てきたちょっと話題だったんですけど、いやこれ盛り上がりました。なかなか、ね、よそのご家庭のお財布事情、まあ、いくら儲かってるとかじゃなくて、どんな風に、ね、会計経理お金をね管理してますかみたいなね話をちょっとお伺いしたんですけど、いやこれ興味深かったですね。いやうちはこんな風にやってるんだけど、お宅そんな風にやってんのとか、いや実はさ妻がお金握ってて僕全然使えないんだよとか、なんかお金の使い方というか管理の仕方、これご家庭でまちまちだったんですね。そうなんだって、やっぱこういうの聞いてみるもんですね。でみんなお酒飲みながらやるもんだから、もうお酒ついついねペロッとね自分家のことをお話したりしてくださったんですけど、いや非常に盛り上がりました。でそれで、今日はねちょっとその話を掘り下げたいんですけれども、さあ皆さんのお宅どうです、お財布事情。これねいろいろあります。例えばまあやっぱり農家で一番多いのが、例えば山下家っていうのに経営、お財布が1個あって、まあ、メインバンクがあるわけですよ家の中にね。でその通帳をお父さんが管理してたり、お母さんが管理してたり、また経営を譲ってもらってなかったところはおじいちゃんおばあちゃんが、いわゆるお父さんのじいちゃんばあちゃんが管理してたり、で経営を譲ってもらうイコールそこの財務管理を任せてくれる、なんかこういうしきたりがなんかあるんですね。実は我が家もそうなんです、山下家っていうのにお財布が1個あって、それじいちゃんばあちゃんが持ってたのをうちの両親が引き継いで、そして私たちが引き継ぐ、これを経営異常もしくは経営、事業承継とかって言ったりしますよね。つまり財布の管理、お金の管理を引き継ぐこと、これこそが経営を委ねる、もしくはこれこそが何だろう、後を継ぐとか、事業承継するみたいな、なんか使われ方してますよね。いやそうなんですよ。だからお金の管理をやってる人、つまりこれが経営者っていうことになります。いやちょっと待ってくださいよ、じゃあ僕経営やってるんだけどお金周りのこと僕全然わかんないですよ、じゃあ誰がやってるんですかって、うちの妻がやってます。じゃあそれ奥さんが社長じゃないの最終的に何をどんな風に使うかっていうのを、決裁する、自分が最終的に決める、決定する、これが経営者だから、最終的にお金の使い方、これを決める、これが社長さんの役割ね。だから他の会社、まあ一般的な会社もそう、社長になりましたっていうのは何かっていうと、そこの会社の予算の最終的によしそれでいいよ、印鑑をポンと押す、最終的に、決定する、これが社長の役割なんです。さあにもかかわらず、いやもう俺もお金の周りのことよく分かんないよって言いながら、もう湯水のごとくお金を使うそして蓋を開けてみたら、あれ金足らないぞ、農協からお金いつの間にか知らないうちに借りてるぞって、いややめてくださいよそういうの、それ本当マジでやめてください。マジでお金の管理っていうのをこれしっかりね考えとかなきゃいけない、でいや僕はね自分でね管理してるよ、あいいですよ、だけど管理してるんだけど、ちょっと聞いてくださいよ山下さん、僕が管理してるんだけどうちの家計内のやつっていうのはうちの嫁も知ってて、うちの奥さんも知ってて、なんかねトラクター新しいの買いたいって言うけど、ちょっと今そんな余裕ないでしょって、こう口挟んでくるんですよ。はい、これが役員会ですこうやって役員会でうちのお金の使い方をどんな風にやっていこうかっていうのをね、協議するのを役員会と言います。いや我が家は家庭内、家族経営だから役員っていう表現はないけど、結局お金の使い道をどうするか、これが、めちゃめちゃ大事なんです。これ政治でもそうですよね。予算委員会っていうのがあります。日本のお金、ね、歳入でいただいたのを歳出する。どうやって予算を分配するか。これを決める一番大事なのを予算委員会っていうんです。でもなんか山下さん、なんか予算委員会では誰々のスキャンダルがどうのこうのって、なんかそういうなんか血合い喧嘩ばっかりやってる。そうなんです。予算委員会の時にここぞとばかりに野党が、ちょっと、最近のなんとかなんとか協会と、関連があるんじゃありませんか、その辺の説明責任を果たしてくださいっていうふうに
そういうのを追求する場になってる。なぜかというと、それを言いやすいんです。じゃないと私たちはその予算は認めませんみたいな、そんな感じで予算を決めることに何やかんや突っかかってくる。そのくらい予算を決めるというのは大事なんですよね。でさらにさらにさらに言うと、その予算を最終的に牛耳ってるのが財務省ですよね。だから、官僚の中で一番、まあなんか、まあ、威張ってるっていうか、ちょっと言葉表現悪いけど、一番やっぱり権限を持ってるのが財務省、まあ、昔で言う大蔵省。つまり、まあ、早い話が金握ってるやつが一番強いんですよなのにもかかわらず、自分が金を握るのを放棄している経営者さん、意外といらっしゃいません？ダメですよ、自分でしっかり握ってて、いやもう山下さん、金のめきゃいけない、めんどくさい、だから任せてるんだ。まあ、中にはね、逆に奥さんに任せた方がいいかもしれないけど、最終的な決定権というのはしっかり握っ てください。まあ、そんな話はね、昨日はちょっとやってたんですけれども、さあさあ、じゃあ山下はどうやってるのか、これもシンプルです。ぜひね、これ皆さん方にもお勧めしたいのが、結論言うとですね、自立です、自立。自立。うん、でこの自立というのはどういうことかというと、夫と妻と親と経営っていう、まあね、ご結婚されてない方もいらっしゃるならば、自分と親と経営、つまりこれを全部セパレートするんですよ。全部セパレートしてください、うん、で自分は自分の、財布があって、で自分は自分で自由になるお金がある、この状態ですね。で奥さんは奥さんで自由になるお金がある、両親は両親、親は親で自由になるお金がある、で経営は経営で自由に使えるお金がある。こういうふうに、夫と妻と親と経営の財布を分けるっていうようなことを絶対やった方がいいです。これ一緒になってるとですね、これ万が一ですよ、例えば家計費と経営費が一緒になってたら、経営が悪くなったならば自分たちの生活も苦しくなる。うわ怖っ。でも経営というのはいい時もあれば悪い時もある。これ前回のね、松下幸之助の、動画でやりましたでしょ。経営というのは良かったり悪かったりするもんなんですよ。そんなもう一生いいなんてことはない、ない、上がったり下がったりするんですよ。だけどもそれによって私の生活、私の人生も上がったり下がったりする。怖っ。怖くないですか。いやダメダメダメ。だからしっかりまずは経営と自分たちの家計費、経営と家計費絶対分ける、うん、いいですか。だから必ず自分たちの財布と経営の財布って、通帳をね、絶対分けてください。これまず第一ね。でさらに、はい、夫と妻、さあ夫と妻の財布も開きますよ、ね、これを一緒くたにしてると、ね、例えば今日ちょっと俺飲みに行ってくるから、農協の会合があるんだっつって、そしたら次の日、ね、ちょっと昨日あんた何時帰ってきたの、いや朝の2時、何やってたの、っていくら使ったのって、もうチク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 言ってくるわけ。いいじゃん別に俺が外でどうなのいくら使おうとさ、ってちょっと待ってっていうふうに、こことここ夫と妻の財布が一緒になってくると、妻は敏感ですよ。なぜかというと、夫が、まあ、ちょっとお姉ちゃんのいるお店に行く、もう耐えられない。自分の財布の中のお金が夫が散々してる、使ってる。それもこともあろうに、お姉ちゃんのいる店に行って、なんかもう、5000円も1万円も使ってきた、そういう領収書が出てきた、カチンってくるわけなんですよね。だから絶対そんな風に言われないように、これは俺が使っていいやつっていう風にしとかないとダメですよ。で奥さんにはちゃんと、あ、じゃあどうすればいいのかって言ったら、奥さんにちゃんとここにね、これだけはあなたがね家計費として使っていいからって、それはもう僕はもう全然触らないからって、こういう仕組みがいいです。だから僕もね、もうおかげさまで25年、まあ、夫婦やってますけど、もう給料もね毎月、これはねあなたが使っていいお金だからってずっと渡しています。もちろんそこからお小遣いちょうだいなんて言いませんよ。そんなこと言わない。だからお小遣いちょうだいじゃなくて、自分が稼いできてこれはあなたの、ね、給料だからっていうことでお金を入れる。お金を入れることによってそこからね、差し引くことなんてないけど、そこも自由にやってくれと。その国に関してはもう関与しないから。だけど僕のね、この経営の中から、生み出しているお金で自分が遊ぶのは許してくれよっていうふうに、こう分けなきゃいけない。当然のことながら親も分けなきゃいけないですよね。これで、なんか新しいカリバレー機買うんだなんて言ったら、親が来て、おいまだ昔のカリバレー機を使うのに何新しいの買ってんだって、いちいち俺の金の使い方に口挟んでくんなっつうのに。だから親は親でちゃんと年金があって、そしてまあワンチャンそれでも足らないんだったら、こっちから月々お金を少し入れてあげて、あんたたちはねもう余生をね、お金やるから自由に旅行に行ったりとか遊んできなさいよって言って自立させなきゃいけない。はい、いかがです。いや山下さんそんなこと言うけど、それが難しいんですよ。いや
その難しいことを僕はどうやってやるべきかっていうのをやっぱ考えてやる。そのためにはちゃんと利益上げなきゃいけませんよね。でちゃんと利益上げて自分が遊べるお金、そして奥さんが自由に使えるお金、そして両親が自由に使えるお金、これを成り立たせるためにはどうすればいいのかってところから今日の努力が始まるわけですよ。でこの努力をしないまんま、なんかさ全然お金自由にならなくて、嫁からチクチク言われて、じいちゃんからチクチク言われて、なんか楽しくないでしょそんなことやったって。だからとにかく自立するんです、みんな。経済的な自立、これがねめちゃめちゃ重要なんです。でこういった話もですね、まあ、ちょっと聞いて、山下さんのところでやり方とかね、工夫の仕方とか、これ僕だけじゃないです。やっぱメンバーね、そこに参加してる、あうちはこんなやってるよ、ああなるほどそれいいね、あうちこんな風にやってる、みんなでワイワイガヤガヤそんなことをね昨日もやってましたっていう風なお話です。さあね、皆さんぜひね、家庭のお財布事情、あなたのお宅は大丈夫、まさかまさかの全部どんぶりになってませんか、必ず一人一人分けたセパレートさせるのがいいですよっていう風なお話でした。はい、ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいっていう方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。